はい、どうも、こもれびマスターです、今回もご視聴ありがとうございます。今日はちょっと、客席の方から、お送りしたいと思いますが、私はね、和歌山県和歌山市筑豊というところでね、喫茶店を、昔ながらのね、喫茶店を営んでおるんですけども、そんなことはさておき、ついに、iPad Pro が到着しました。これにマジックキーボードとアップルペンシルをつけてもほぼパソコンですよね。こんな感じでここにこのアップルペンシルがね、ここもつけるだけで充電できるんですけど、これでまあこう角度つけてついに来ましたね。結構ね、こうマジックキーボードはね、賛否両論あったんでどうかなと思ったんですけど、そんなにね、皆さんがいろいろレビューであったように重くないですし、まあでもとにかくやっぱりかっこいいし、作りがしっかりしててね、すごいですよ。これも結構ね、強くひっついてるんで、まあそんなに落ちないとは思うんですけど、カバンなんかね、入れるときはでもやっぱりこの開くときはね、ちょっとコツ最初のときはいりますね。でこのタイピングなんかね、すごくほんまやっぱやりやすいし、まだちょっとね、あの前の iPad からの移行が全部うまくいってないんですけども、なかなかそれだけでもう大満足ですね。それでね、やっぱこれ今回こうやっぱパワーが上がってるのか、こういうね、今ちょうど DTM とか打ち込みの音楽ですね、こういうのもね、ちょっと興味があってやっていってみようと思うんですよ。もうね、これね、先に USB-C にしてガレージバンドでもうこう、つなげますわな。もうここへ電源来ましたよ。もうこれでガンガンですよ。聞こえますかね。これがね、ずっとやりたかったんですけど、ケーブルもね、頼んだんですけど、前の iPad だと、電力がね、不足して、ならなかったんですけど、これは、ターミネーターみたいですね。まあ、さておき。まあ、今回のね、iPad Pro、結構ね、力入れて、買ってみたんですけども、まあ、とにかく、まだ凄さも全然分かってないんですけど、まあ、とにかくね、2年前に iPhone と iPad を初めてね、Galaxy っていうか、Android の方からね、Apple の方へ変えて、その時に、自分の生活なんかうまいこと変えれやんかなって、リズムというかね、そういうのをテーマとして取り組んだんですけど、2年ですごい変わったですね。あと MacBook なんかも導入しまして、アップルでのその同期っていうんですかね、1個の例えばやった時に他のこういう iPad とか iPhone とか M の同期がすごくね、仕事やっていく上でも便利やなと思ったんですね。これでやっぱり2年経っていろいろ使い込んでいくうちに、すごいアプリもね、充実してきて、ものすごく便利なアプリも出てきてるんで、その辺をね、もう一度一回勉強し直して、今の自分の生活のもう少し効率化っていうのを図れたらなと思ってます。で、目論んでるのが自分の頭の脳みそのですね、容量っていうのがやっぱりね、年齢とともに減少していくっていうかな、やっぱり記憶っていうのもおぼろげになっていったり、やっぱ覚えておくことがストレスになってきたり、そういうことも感じ始めてるんでね、もういろいろこう自分の情報であったり整理していくものをこの人じゃない iPad さんに任せていって、で自分はどんどんその頭の中を軽くしていってですね、その創作活動とかクリエイティブなことを浮かんでくるかどうか知りませんけども、でも本当にそうやってこちらにうまく委ねることによって、本当の日常のストレスっていうのはすごく減るかと思うんですね。
それでやっぱり iPad を2年使ってきてみて思うのはすごくあの消費あの例えば YouTube を見たりっていうもんですね、ああいうものに消費に対していいのと、あと生産、今まではねパソコンっていうものがどちらかというと生産的であるっていうことで、生産あのキーボードもついてましてね、テキストを打つにも生産方向でパソコンっていうのがあったんですけども、ちょうど iPad っていうのがねこうマジックキーボードを今回買ったのもその中間的存在、消費と生産を両立できるんではないかなっていう考えからなんですよ。まあ正直ね、もうこんなになって思ったらノートパソコンですよね。でも本当ここを簡単にピッて外してもうこれでもう完全にタブレットになりますから、寝ながらでもねこう映画見れたりあのこうお絵描きができるわけですよね。もうこうやって話しますし、インスタントメモですって。ですんでね、かなりなんていうかな、生活っていうのは変えれるんではないかなってこの板でね思ってます。どこまでねできるか、一個もう早速購入したんですけど、ルマフュージョンっていうiPad で動画編集をできるアプリがあるんですけども、3680円だったかな。もう早速もうこれが使いたくてね、本当にプロにしたいのところもあるんで、これが楽しみで、今 MacBook でのMacBook でのファイナルカットプロでね編集してるんですけども、若干そのやはりパソコンへのねアクセスがとめんどくさいというか、どうしても厨房でやってたりここでとかでゆっくりもう常に常設しておけたりするんであったらいいんですけど、でもこれだったら本当にこうカフェとかね、こう喫茶店ですけどね、まあほんまにちょっとパワーって切ってパッて開けて編集できるようになっていく環境を作れないかっていうところも正直狙っている部分でもあります。これ開きにくいな、ここうわ下か、こっちだな。まあね、これをとにかく活用していって、目標は、やっぱり2年、2年でしっかりとこいつをまず使い込んで、また2年後に買えるしね、そんな感じでいろいろできたらなと思ってます。まあね、ちょっと拙い紹介動画になってしまいましたが、まあとにかく新しい相棒が来たので、またパワーアップしたコモリビマスターをお楽しみください。YouTube のね、こうやって毎日更新もまあ思んない動画ですけどね、まあこういうのもやっぱりこういうなんていうかな、 iPad とかの今までのね、どんどん生産が早くなっていってる証やと思うんで、まあその辺も自分のスキルアップとしてね楽しんでいきたいと思いますんで、まあ末永くお付き合いくださいませ。それではまた、ありがとうございました。本当に良さそう、頑張ろう。